第55回日本レコード大賞は2013年12月30日に新国立劇場にて発表音楽会が開催の55回目の日本レコード大賞である。第55回の大賞はエグザイルのエグザイルプライドこんな世界を愛するために決定した。エグザイルは3年ぶり4度目の大賞奪っレコード大賞をり受賞したアーティストは五木ひろし、 ミスター・チルドレンに続いて3組目。4度目の大賞を受賞したのは史上初。大賞受賞曲を発表したプレゼンターは総合司会の安住真一郎。総合司会が大賞プレゼンターを務めたのは2007年の堺、井正明以来6年ぶり。最優秀新人賞はニ i s a と c に決定した。プレゼンターは俳優の安部博 最優秀歌唱賞は大月宮子にそれぞれ送られた。ナレーションはこれまで務めていたフル健一に代わり、ジョン・カビラが務めることになった。2013年度の日本レコード大賞は、1959年の創設から数えて55回目の節目となる。例年通り、発表音楽会を同年12月30日、新国立劇場にて取り行い、その模様は、 TBS テレビ並びに TBS ラジオにて放送された。同年11月21日、主催者から今年度の各賞ノミネート及び受賞者が発表された。第2部の視聴率は17.6%と前年より1.0ポイント上昇。放送日を12月30日に変更した2006年以降で最も高い視聴率を記録した。テレビラジオともに JST。 2013年12月2日付の各新聞及び TBS 公式番組 HP にて発表された。新参者、加賀京一郎、眠りの森2014年1月2日放送、TBSCBC、琉球放送以外は NRN とのクロスネット。ネット局によっては、心の、音楽、ミュージック保有、今日も1日グッドジョブ日本。 スポーツ伝説の放送時間に変動がある。松田聖子はスケジュールの都合上 VTR の出演となった。ありがとうございます。